ある高校3年生の女の子から私のところに非常に難しい手紙が来たんです。進路のことで悩んでいるって言うんですが、実際にはもう妹やら兄やら学校やらいろいろなことがいっぱい書いてあるの。不安で心配で仕方ないって言うんです。愛とは何かとか、話が下手だからとかね、人に好かれないからとか、世間知らずやからとか、人の交際に自信がないからとか、自分に自信がないから、もうこういうことがね、いっぱい書いてあるわけ。この子の手紙に対して私が返事書く言うたってね、こんな難しいもんに真剣に書っかけたらね、すごくこう時間がかかりますわ。そうかちゅうてね、遅れたら役にも立たないし、でも本当にこう真剣に当たってやらなかったらね、自分の心がすまんわけ。ついついこう難儀なって途中で困った。しょうがないから返事の一部分として送ったわけ。ちょっと聞いてもらいたいのね。あなたの質問に私が一番親しく親切に答える方法として、あなたにこの私の寺へ来ていただき、2、3の挨拶の後であなたのほっぺたをぶん殴り、これと同じぐらい、またはこれ以上に私を強く殴らせてやる、蹴飛ばしてやる、蹴飛ばしてもらうというのがあるんだ。あなたは手を持っている、頭を持っている、足を持っている、父や母を持っている、弟や姉を持っている、君自身の宇宙、君自身の家、館とも言える君の家の中の弱点を私のような遠い田舎坊主の耳にまで入れたのは、あなた自体の弱さを強くしようとするのでなく、あなたの持つ兵力の弱点であるあなたの家の醜さを他人の家へ触れ歩いているようなものだ。いわば君自身の鍛え合いから逃げようとしている、逃避しようとするずるい生くらな人間のすることじゃ。疲れたんなら休むがいいじゃないか。誰も君が休憩して深くベッドに横たわっている姿を見て無知打とうと言うんじゃないんじゃないか。深くしっかり眠ったなら君自体の疲れをすっかりこう言えるじゃないか。暑いから寝つきにくいから言うて、あたりに寝転んでるものに八つ当たりされちゃかなわんだよ。どの人もこの人も一生涯君のように重荷を背負って歩いているんやから、休憩してる時はゆっくりさせてやってほしいんじゃ。私自体は君からどんな頼りをいただこうと決して迷惑にはならない。生きることと死ぬことだけを専門に、長いは一生涯やっていける宗教家という商売であるけれどもやね、俺もこの機会にこの人のパンチを一発食らったらまたシャンとするやろ。切磋琢磨、こういうような気持ちで自分自身の近辺にももっと辛辣な風が吹いているのに、美人から来た手紙を言うごとに甘い期待上げを夢見ている。やはりこれは君以上に逃げ腰の卑怯者、そういう坊主に君の大切な悩みを解決する資格はどこにもないじゃないか。蹴飛ばしてくれ、殴り飛ばしてくれ。君の汚いその足の下で君自身の力で足蹴された男っちのは誰やって、あんた知ってるはずや。その僧侶としての風采も実に立派な、そして毎日何千人という人を感動させ感激させて送り出しておる、世界で一番調子づけられて絶賛されている現代における最高の宗教家やないか。君は君自身の偉大な力でその仮面の僧侶を徹底的に踏みにじることができたんだ。今後君はどんな正しい理論でも、どんなに間違った考え方でも、君自身の力で今日のように徹底的に足蹴にし粉々に打ち砕くことができるだろう。どんな間違った考え方よりも、どんなに楽しい理論よりも君の力の方が強いんだ。君は君の世界の中で悪に対しても自由に友達になれるし、善にも友人となりうるんだ。手紙の上ではそうした感触は伝わらない。だから助かっている面もある。私自体君と深い関係に陥るという世間からの批判から救われるのである。あの坊主騙しやがったという考え方、あの坊さんは立派なお坊さんだと私の悩みをすっかり解きほぐしてくれた、その両方をもって私とあなたには関係があるところに、あいつはあの子とベタベタだと解釈するんだ。私の返事が届いたんですね、折り返しその子はまたこう熱心に書いてきた。私の悩みを和尚さんも自分のものにとして悩んでくれた、私も頑張るつもりです、こうあった。もうそうなんですね、その子の心配や悩みは私にぶつけられた以上、私自身がぶち当たらなければならない心配事であったし悩みでもあったわけです。で、殺になれるとありますけどね、他のものを殺すんじゃないんです、自分を殺すんです。何か他のものをいろいろ殺すんじゃない、坊主だったら人のものは殺さなくていいんです、自分の中に殺すものがある、そのことを解くとしっかり見ておく必要があった。自分を殺すことができたということで、僕はこの手紙が非常にこう嬉しかった。